国連総会の緊急特別会合で、ロシアによるウクライナ4州の一方的な併合を無効だとする非難決議が賛成多数で採択されました。国連総会の緊急特別会合では、60カ国以上が演説をした上で、12日午後、ロシアによるウクライナ4州の一方的な併合は無効だと非難し、即時撤退を求める決議が採択されました。 賛成したのは143カ国で、ロシア、ベラルーシ、北朝鮮、ニカラグア、シリアの5カ国が反対しました。危険は中国やインドなど35カ国でした。この決議に法的な拘束力はありませんが、国際社会の意思としてロシアに圧力をかけたい考えです。